今のアメリカの宇宙航空軍需関連企業の最大手とも言うべきロッキード・マーチン社が、2022年の第3四半期の業績を発表したよ。単価の高額な F-35 ライトニング2等の航空機の分野が計画よりも伸びているんでしょ？ああ、ただし今年2022年の通期の売上高の予想は従来通りの 652.5 億ドルのままに留め置いており、ロシア・ウクライナ戦争の余波で西側各国に広がる軍事費の拡大の流れは、すぐに業績に反映したとは言い難いようだぜ。そうだね。さて今回は、アメリカの軍需企業のオスロッキード・マーチン社の2022年の売上高について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本は1990年以来とも言われる急激な円安の状況にあるんだけど、2022年10月23日現在の1ドルイコール 1447.7 円という為替レートで換算した場合、ロッキード・マーチン社の2022年の売上高はおよそ9兆6300億円ほどになる見込みとなっているよ。この日本円での数字だけを見ればさすがにアメリカの軍需企業は売上高も大きいと感じられるかもしれないけど、例えば日本の防衛産業のオスである三菱重工業社の2021年の連結売上高は3兆8602億円であり、そこまでの差を感じないんだ。三菱重工業社が手掛ける軍需品は確かにほぼ日本の自衛隊で使用されるのみとはいえ、海上自衛隊の護衛艦などの建造も手掛けており、思ったほどの金額差は軍需企業として世界規模のロッキード・マーチン社とそれほどないようにも思えるよな。ただし三菱重工業社は日本一の重工業メーカーとして、軍需品以外の大型船舶や、風力火力原子力等の発電所設備等の大型プラントを事業として展開するなど、事業分野の裾野が極めて広いことも業績に寄与しているとも言えるぜ。名実ともに日本を代表する企業と呼ぶにふさわしいよね。いろんな分野を手掛けていて、幅広く事業を展開しているから。そうだね。そこで世界規模の製造業として民生品の分野の大手企業と比較してみると、例えばいわゆるGAFAと称されるアップル社の2021年度の売上高は 3658.17 億ドルで、日本円なら今の為替でおよそ54兆円にも相当する規模となっているんだ。このアップル社の売上高は単純比較で見た場合にはロッキード・マーチン社の 5.6 倍以上に匹敵し、いかに単価が高額な F-35 ライトニング2などの戦闘機を販売しようと、世界中にスマートフォンなどを販売する企業にかなわない点は興味深いよね。ビジネスの手法としてはビジネスとビジネスという法人相手の商取引の方が、ビジネスとコンシューマーと呼ばれる個人との商取引よりも、大半の場合で高額な傾向は否めないが、アップル社ほどになると当てはまらないんだ。まあアップル社自体も世界各国で携帯電話事業を営む企業との取引で巨額の売り上げを確保しているという点では、ビジネスとビジネスかもしれないが、多数のコンシューマーに製品を販売していると見た場合の観点だな。それでもアップル社は世界各国に直営の販売店網を展開しており、主力のスマートフォンの iPhone では売上高で世界シェアの1位を誇り、かつて PC の普及の黎明期に独自路線の Mac でクリエイター市場に君臨していた頃とは様変わりしているよ。さていささか話が逸れてしまった感もあるけど、現行のロッキード・マーチン社は、共にアメリカの航空関連企業であったロッキード社とマーティン・マリエッタ社とが1995年に合併したことで誕生。この2022年で27年が経過しているんだ。マーティン・マリエッタ社自体も元はマーティン社とアメリカン・マリエッタ社という別の航空関連企業が、1961年に合併したことで生まれた企業であり、アメリカの軍需産業で生き残るのがいかに厳しい環境であるのかが伺えるよね。マーティン・マリエッタ社がテキサス・インストゥルメンツ社と共同で開発した兵器に FGM-148 ジャベリンがあり、個人携行型の多用途ミサイル兵器として、今のロシア・ウクライナ戦争でも大きく注目されたものの一つとなっているよ。現在の FGM-148 ジャベリンはロッキード・マーチン社と現レイセオン・テクノロジーズ社が製造を手掛けているんだけど、開発が開始されたのは1983年でアメリカ軍が配備を行ったのが1996年と、今から四半世紀ほど前から存在していたんだ。ロシア・ウクライナ戦争ではロシア軍の侵攻を受けたウクライナ軍に対して、アメリカから多数の FGM-148 ジャベリンが供与され、初期の段階でロシア軍の戦車等の装甲戦闘車両を多数撃破したことで世界中から注目を集める兵器となったよな。あまりの FGM-148 ジャベリンの華々しい戦果の報道によって、日本でもこれさえあれば戦車等の兵器は不要と言わんばかりの言説が散見されたんだけど、あくまで攻め込まれた側の最終的な防御兵器であり、万能のツールとは言い難いよね。兵士2名ないし最低1名でも運用は可能な FGM-148 ジャベリンではあるけど、最新型でも最大射程距離は2500メートルほどであり、
その至近距離で防御力の脆弱な兵士個人が身を投げ出して運用する兵器という前提を忘れてはならないんだ。FGM-148 ジャベリンのミサイルは2021年のアメリカ軍の調達価格で1発17万5203ドルとされており、これは今の日本円換算でおよそ2580万円にも相当し、戦車等の装甲車両に比すればその単価は安価に移るかもしれないね。しかし1発2580万円もするミサイルをおいそれと実弾射撃の訓練で使用することはアメリカ軍においても困難で、シミュレーターを使用したバーチャルな訓練で一定以上の実績を上げた兵士にしかその機会は与えられていないというぜ。実弾訓練するだけでそのままそれだけの損失が出るってことだもんね。またロシア・ウクライナ戦争においては2022年8月末より東部地域でウクライナ軍が反転に転じたことから、攻勢における兵器としては FGM-148 ジャベリンは副次的なものとなった可能性が高く、最近では以前ほどの戦果は聞こえてきていないよね。逆にロッキード・マーチン社の兵器の中で今のロシア・ウクライナ戦争で存在感を上げている兵器といえば、高機動ロケット砲システムの M142 ハイマースと M270 マースが筆頭に挙げられ、戦術レベルを超えた戦略的兵器とも感じられるかな。M270 マースは1970年代から開発が進められ、1982年にアメリカ軍が採用して以降、NATO 諸国、日本の陸上自衛隊でも M270 マースは1992年度から2004年度の予算で全99両が調達配備されているんだけど、当初装備していたクラスター弾頭を備える M26 ロケット弾をの使用を禁じるオスロ条約に日本も批准したことで、今は GPS 誘導ロケット弾の M31 に切り替えられているよ。陸上自衛隊では今後この分野の兵器を国産の一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型などで置き換える計画であるため、M142 ハイマースは M270 マースを小型化して中型輸送機による展開を可能とした兵器で、それゆえに 227mm のロケット弾は半分の6連装の仕様となっているが、陸上移動が主なウクライナであれば M270 マースの倍の火力投射量は有効に見えるだけに残念だぜ。またまだアメリカがそのウクライナでの運用を危惧し供与を行っていない。M142 ハイマースや M270 マースで使用可能なおよそ 300km もの、射程距離を誇る MGM-140A タクムス短距離弾道弾もロッキード・マーチン社の製品なんだよね。ロシアはついにイラン製の徘徊型自爆ドローンのシャーヘッド136を多数投入し、ウクライナの電力設備等のインフラの破壊で継戦能力を揺るがそうとしているんだけど、いつアメリカがもっと有効な兵器を送るか否かに今後の戦局はかかっていると思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。